皆さんこんにちは、テプトです。今回は先日投稿したバルスリロールの動画に寄せられたリスナーさんのコメントにお答えしていきたいと思います。なぜ動画での返信なのかというと、他にもそう感じている方がいらっしゃるだろうと思いましたので、動画にて返信させていただこうと思います。ただそれを始める前に一つだけ勘違いしないでいただきたいことがあります。それはコメントにソジュさんのプレイが例に上がっていたので、この動画ではソジュさんのプレイをお借りしてなぜ負けてしまったのか解説していくのですが、それはソジュさんを貶めるためのものではないということです。ソジュさんは私なんかより圧倒的に上手いプレイヤーですし、ランクも高いです。しかし私も初心者ではありません。何が足りずに負けたのか、それを客観的に解説していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速始めていきましょう。今回のコメントはサンさんのコメントです。簡単にまとめると、バルスは火力が足りないのでタンクを倒せないという内容です。バルスの火力が足りないとはどういうことなのか、ソジュさんの実際のプレイを録画してきましたので、まずは該当のシーンをご覧ください。自分が確認した中だとこのシーンが一番コメントの内容と合致したので、今後このシーンだと仮定して話を進めていきます。さて、すでにお気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、この位置で潮遊が星に、バードも空かも持っている時点で対戦相手はだいぶ上振れていると思っていいでしょう。そして私が投稿した構成とは決定的に違う部分がいくつもあります。まずはバルスのアイテムです。バルスのアイテムは以前投稿した動画内でも言及していますが、バルスに回復アイテムを持たせる余裕はありません。これは単純に火力が足りなくなってしまうからです。次に回復素材がないことについてです。対陣移動するのであれば回復素材は必須です。特にバルスのような火力を出すのに時間がかかる構成は回復という行為にとても弱いので、回復素材を必ず積まなくてはいけません。しかしこのシーンでは回復素材を持っているキャラクターは一人もいません。これではジェイドには勝ち目は薄いです。そして構成が私が紹介したものとかなり違います。本来トゥイッチがいるのでリスパーはそこまで必要ありませんし、バルスが加速する時間を稼ぐためのオーンとキアナも入っていません。オーンで 1cc、 キアナで 1cc、 そしてテンペストで 1cc と、この2体を採用するだけで 3cc 増えるので、バルスが加速するのには欠かせない存在だと思っています。さらにルルを採用すればプラス 1cc とバルスの加速に加え、ミスティックも追加されます。つまりこのシーンはバルスリロールとしては足りないものが多いんじゃないかというのが私の見解となります。以上がコメントに対しての私なりの回答となります。何か指摘などありましたらコメントくださいね。それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次のガイドでお会いしましょう。バイバイ。